どうもこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さーて今週の新機体は金の分働かなきゃな。後ろのゾゴックのキルの仕方的にこれはガンダムユニコーンに登場したカプーカプー。なあシートゲ、なあシートゲ、自分いいんすか毎週毎週こんなに引きがいって。しかしレベル1が欲しいのでまだ引く。ここで引けカプー。なあシートゲ、なあシートゲ、30連でコンプリートのゴーン。期待チェック。かわいい。武装はミサイル8連、アイアンネイル、レーザービーム、ソニックブラスト、8連ミサイル、名前の通り8連射できるミサイルで、ダッシュ打ちが可能、爆風は一応あるものの小さく、3発当てることで蓄積よろけ、前段当てれば結構な火力、アイアンネイル、かわいい。下格闘が水泳部でよくある月ではなく当てやすい。下格闘は 90%90% の2段。下格闘の後はキャンセルでもう2段入る。レーザービーム、フルオートのビーム兵器で非常にヒート率が低い武装。4発当てることで蓄積よろけが取れ、なかなかに便利。ソニックブラスト、静止フルチャージ射撃ながらもチャージ時間が短く、高火力で超よろけで貫通効果あり。もともと地平層がスラスター打ちできるので、他の水泳部に比べ水中の恩恵は少なめ。それでは実戦の方行ってみましょう。さあやっていきましょ。なんだこのステージ。はい、こちら今週から追加された新ステージ軍事基地。ご覧の通り地面はほぼフラット。しかしながらジャンプじゃないと登れない建物が無数にニョキッとしており、脳裏をよぎる高台チュンチュン合戦。見ただけで最初は拒否反応を体が示しましたが、建物が多すぎて射線が切りやすく、戦法がまだ確立されていないこともあり、今のところはそんなにイモイモしくありませんでしたね。今のところはここ重要。しかしながらもうすでに低コストの軍事基地はかなりきつい模様。水場がなったって。カプールの最大の強みスラスターミサイルからの格闘、ダッシュ中の即よろけ射撃艦はマニューバーアーマーに加え、カウンターは特殊カウンター。あっちょいちょい何も見えませぬ。とや追撃した格闘からの間髪入れずスラスターミサイル格闘と、このようにミサイルでよろけを取って高火力格闘をねじ込むことができるんですが、中コスト水泳部のスーパーカターハイボックスパイセンに近しいものがありますね。チャンスです。今必殺のソニックブラスト。超よろけなため一撃目が当たればもう大ダメージが期待できますね。カプールはマニューバー、特殊カウンターに加え格闘判定が強、ゴリ押しが効きますが、ハイボックスと違いミサイルが即よろけではないので、しっかり当てるエイムがないとただ生当て格闘しに行くだけになったり、格闘が遅くて回避されたりになりがち。また、どうあがいてもビーム走行が漏れず低いこと、全武装の射程が短いこと、強みはしっかりある機体ですが、扱いの難しさというか、苦手なこともしっかりある機体となっておりますね。ビーム走行は漏れませんが、対格闘をガチガチにすることができますね。肩部特殊干渉剤はレベル1なので肩ダメージ 10% カットしかせず、ハイボックスの 30% カットに比べれば愛しさと肩パッドと心細さと、ビーム走行は低いと速え、カプールの射撃武装はどれも優秀。メタスや支援機以外ならビビらず打ち返してもいいんじゃないでしょうか。射程内なら、の話ですが、蓄積よろけ射撃がメインなため、蓄積よろけ値を上げるスキル、ダメージコントロール持ちが苦手。中でも天敵はメタスじゃないでしょうか。ビーム射撃で装甲を抜いてくる上、ダメコンレベル2によりミサイルなら5発、ビームなら6発打ち込まねばならずかなりきつい。てかなんでメタスはあの図体あのコストでダメコンレベル2なんでしょうか。最高コストでめちゃでかいのにダメコンレベル1すら持ってないダブルゼータさんが泣いてますよ。カプールはその他スラスターの切り返しができる強制噴射装置がレベル2。即よろけ爆風攻撃を緩和する爆発反応装甲を持っており、結構助かる場面はありけり。
つ弱点として旋回性能の遅さがありますね。強制噴射でカバーしろということだと思うので、マニューバーもあることですし、スラスター盛りはありなんじゃないでしょうか。まだいけるか。プール今度こそ目にやっつけろ。これがカプールの特殊カウンター。カプールどやダメコンに滅法弱い。カプールですが、ラメルのようにでかいのにダメコンな一体は一瞬でよろけを取ることができますね。逆にきついなぁと思ったのはダメコン持ってるずさ。強化されたこともあり、カプールで相手するのマジ無理。カプーところで可愛いかなと思い語尾にかくつけてましたが、なんかあれですね、浦安鉄筋家族思い出しますね。もう怒ったほい。瀕死から上がっ。カプール思うより伸びる下かっちゃ。プーもう一撃。いてててててて死ぬほい。はい、軍事基地なんですが、ご覧の通りやたら広いですね。テイコス軍事基地が嫌われてるのは、高台支援機を止めれないこと、移動が遅く前線まで時間がかかることなどがありそうですね。腹は出ているか。108ある必殺技の一つ、お腹ビーム。お腹ビームだけじゃ終わらねえ。そうだよな、カプール。優秀な範囲でダブルノックダウン、カプールだから、できたこと。ちなみに下は若干余裕があるので、ミサイルを挟むことも可能。即よろけ取り間違わんばかりのよろけ取り速度に温かくして眠れ。さて、新ステージ実装されたバトーペですが、この度ついにプレイステーション5版がリリース。早速試したかったところですが、インストールし直さないといけないのか、ちょっとできなかったので、プレステ5版ヌルオペはまた後日ということでよろしくお願いします。来ました。お腹は出ているか。タイム今打つと味方に当たりそうですね。その優しさが響か味方を殺す。はい、結果的に当たらず味方に当たりました。俺がもっと早く打っていればそれでもと言い続けるほい。はぁーどやー、プレステ5版バトーペですが、フレームレートの向上やロード時間の短縮に加え、リアルな振動やトリガーを引く際重くなる機能があるそうですね。それいらなくねって思ったんですが、オンオフできるっぽいので、まあそれなら安心かなといったところ。また今週は機体強化も入りましたね。ダブルゼータガンダム、イクス S ガンダム、ディジェ、キャンエオース、ドワッチカイ、ペイルライダー、ヴィンセントゲルググ、ルフ、ルサ、ゲルググイエーガーが強化されました。ペイルライダーとディジェの強化はちょっと意外。特にディジェは副兵装の3段バズーカ弾数が1増加、これ結構でかいと思う。うっぞー。このビーム、とんでもない威力してやがるぜ。あとは任せようかと思いましたが、強襲隊支援なので最後までフォローしときましょう。前線が Y を呼んでいる、カプール参ります。ソニックブラストは強力ですが、射程が短いこと、クールタイムが長いことが欠点。まだまだー。今回強化された機体の中でひときわ注目されてるのがグフ。チュン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 。何やら、横ロッドでよろけ取るしかできなかったロッドくんの火力がおかしなことになってるみたいですね。さて、今週の調整でオペレーターの言語を英語に変更できるようになりました。どんな感じになるか期待。しょうがないかプね。戦場にも同行させていただきます。 I'll be joining you on the battlefield. 私でお役に立てるならご協力いたします。 If there's anything I can do, I'm willing to help out. 戦場視察がてらサポートしてやるとするか。 Need help, huh? You better have my back. 戦場にもついていくからね。 Get ready! I'll be joining you on the battlefield. 私も同行します。大船に乗った気でどうぞ。 I'm with you all the way.セシアちゃんの英語が可愛いということと、テンダちゃんの設定に涙が止まらない。そんな設定やったんか。 Y が幸せにするからな。はい、カプールで新マップでした。メタスがいなければなかなかという感じですが、より一層メタス増えそうな気がするので、なんとも。それでは今回はこの辺で。